このゲームは条件達成をかけた一戦となります。ライバルに勝利し結果で応えたいところです。注目度の高まるマッチです。この時間はサンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸、こちらの一戦をお届けいたします。エスタディオヌエボトリウンフォで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。通るのか、このパススピードアップしたいですよ。ここはここはちょっと強引か。さあこのゲーム酒井宏樹選手の登場です。攻守にわたる活躍に期待ですよね。そうですね、あの迫力のあるオーバーラップからのチャンスメイクは持ち味ですし、やっぱりなんといってもクロスですよね。はい、あの鋭いクロスで数々のゴールを演出してきてますからね。守備の面でも海外の選手に当たり負けしない強さもあります。そうですよね、フィジカルの強さ、スタミナも申し分ないですからね、はい、1対1や空中戦で負けないのは頼りになりますよね。はい、このゲームでもダイナミックなプレーで私たちを楽しませてくれることでしょう。さあドグラス・ビエイラ、セカンド拾えるか。知念、前半13分というところ、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。遠野、スルーパスを狙う、この位置で受ける、ここで丁寧にボールを扱う、広島は今日まだ決定的なチャンスがありません。ですがポゼッションは上回っているという状況です。そうですね、主導権は握っているので、ここで変な奪われ方をしてカウンターを食らうとかは避けたいですよね。相手の守備ブロックの隙間を見つけていけばいいと思いますけどね。アダイウトンからジャーメイン、狙えるか、シュート、大阪ロングボールを縦に送る、インターセプトを狙う、中野、鈴木、河野へ D2 カップ奪いに行きます。ドグラス・ビエイラ、これはファールの判定、河野、野津田へ、さあドグラス・ビエイラ、さあシュートまでいけるか、スピード上がってきますよ。宮代、鈴木、さあカウンターを仕掛けます。野津田、さあチャンス、三浦、体を張ったプレー、取らないですね。このボール奪いに行きます。 D2 カップ、カットに行きます、裏を狙っていきます。神戸カウンターを仕掛けます、スルーパス、マテウスから細谷、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。さあ左サイドへ、マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオール、マルコス・ジュニオール、このセカンドボール、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。インターセプトを狙う、ギトゥカ、坂井、細谷へ、いいボールですね、マテウス、
カーテに送ります。さあカウンターのチャンスになります。ドグラス・ビエイラ組み立てながら攻め上がっていく。さあドグラス・ビエイラこれを止めます。アダイウトン神戸カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す。さあ打てるか。シュートー来た。先制ヴィッセル。前半終了間際素晴らしいゴール。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さんどうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ1対0先制ゴールが決まりました。いい時間帯に取れましたよね。これで後半のプランが立てやすくなったんじゃないですかね。確かにそうですね。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0さあ前半が終わりました。広島としては前半の半ばぐらいまではねいい戦いをしているなと思ったんですけどね、結局先制されてしまいましたね。後半はまずしっかり守ってペースを握っていくことでしょうね。サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半ゲームはスタートしています。これ45分で全てが決まるわけですから、はい、もうこの試合のことだけを考えて戦ってほしいですよね。そうですね。さあここでカウンター。鈴木だから宮代スペースを狙った。足元大事に行きます。インターセプト。このパスを防ぎます。ボールを受けてシュート。いやー来た。追いついたサンフレッチェ。見事なゴールで同点に追いつきます。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。ドグラス・ビエイラキーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いやいいゲームですよね、はい、お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないようにしたいですよね。そうですね。宮代右サイドを上がっていきます。入った。ドグラス・ビエイラから鈴木。広島としては後半立ち上がりに追いついたこのいい流れをねどれだけ続けられるかですよね。この勢いで勝ち越したい、そういう強い気持ちが必要ですよね。ワンツー使ってくる。シュート。いやディフェンス陣の隙を見逃さないいいプレーでした。鈴木 D2 か奪いに行きます。ジャメイこれを奪います。さあカウンター。この時間に1点が欲しい広島。これよく追いつきましたね。いやよく追いつきましたよね。この時間でもあるんですよねこういうことってね。トーンこの試合ですでにアシストを記録しています。スペースを使う。広島は選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。そうですね、延長戦に行けば一つ交代枠増えますからね、そのあたりを見越して動いてもいいのかなと思いますけどね。遠野からドグラス・ビエイラ仕掛けるタイミングを図る。野津田このボール奪いに行きます。マーテウスが受ける。細谷から右サイドスルーパスを狙う。ハット
コーナーキックです。このゲーム最初のコーナーキックになります。神戸ボールはクリア。長戸カットに行きます。鈴木いいですよ、ポジション切り替え、スペースへ、さあフリーだ、どうだこのシュート、ゴールヴィッセル、スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけどもね、お互いに息ぴったりでしたよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ神戸勝利に向けて一本抜け出しました。神戸としてはこの時間帯で大きなゴールでしたよね、はい、残り時間少ない中で精神的な余裕が出ますよね。さあカウンターだ、スペースに出す、さあシュートレンジだ、これはクリア。広島としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよねと呼んでいた。広島がここに来てなかなか厳しそうにも見えるんですがどうでしょう。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。斉藤、山口、野津田、さあ加藤、広島としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。
満田、野津田、知念、知念、さあ加藤、ディフェンスこれを読んでいた。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。ここはつながりません。満田、ああここでホイッスルです。2対1、広島このゲームあと1点というところで、今日のゲームは目標達成がかかっています。ライバルに勝利し、サポーターの期待に応えたいところです。この時間は名古屋グランパス対サンフレッチェ広島、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。名古屋のキックオフでスタートです。名古屋グランパス対サンフレッチェ広島、この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど、まずは立ち上がりです。さあシュートレンジだ。あっと PK か、PK です。 PK、 広島 PK を得ました。先制のチャンスを迎えています。しっかりと決めて先制点。
常に落ち着いていました。いや勝負強いですよね。落ち着いて決めてきましたね。さあ広島、この大事な試合で貴重な先制ゴールが決まりました。まあこの雰囲気の中でしっかり先制点を決めるっていうのはプレーに集中している証拠ですよね。そうですね。スローインをカットします。稲垣から山岸、インターセプト。いやこれはカウンターのチャンスですね。さあ左サイドへ、いいボールですよ。マルコス・ジュニオベのボール、ここで丁寧にボールを扱う。さあドグラス・ビエイラ、マテウス・サビオ、バングーナ・ガンベ、荒木、奪いに行きます。広島がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。チェックを受けますが動じません。どうだ、ドーグラス・リエイラ、危ない、クラブ対きた、いや追加点、サンフレッチェ連続ゴール、一気に畳みかけます。頭で正確に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし見事なヘディングでしたよね。ドグラス・ビエイラ今日2点目です。さあ広島さらに1点を追加し2対0としています。チームに勢いが出てきましたよね。はい、自分たちシュート、サンフレッチェ追加点、怒涛のゴール、勢いが止まらない。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。